こんにちは、普通のサラリーマンです。本日は先日お話をさせていただきましたアルパインさんのビッグ X 専用アルファードベルファイアディスプレイオーディオ移設ナビパッケージ、こちらの実際に取り付けた映像をアルパインスタイルさんよりご提供いただきましたので、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。ちなみに前回の動画でアルパインスタイルさんから連絡が来ないということを動画内でお話しさせていただいたところ、まあ担当者さんがそちらをまあご覧になったらしくて、大至急送らせていただきましたということで、画像が送られてきました。結果として、ちょっと催促する形になってしまってすごく申し訳なかったんですけど、まあ本当に動画の方に使わせていただく画像をご提供いただきましてありがとうございます。それで本日は実際に取り付けた感じがどのようになったかと、視聴者さんから情報提供いただいた取り付け工賃や作業時間についてのお話をさせていただきたいと思います。それでは今回送っていただきました画像がまず1枚目こちらとなります。純正かと思うようなフィット感、すごく綺麗に収まってます。取り付け車両はおそらくアルファードの X か S グレードで、ベルファイアでいうところの X、まあ、Z グレードに相当します。取り付け自体はその他 S タイプゴールド、 Z ゴールデンアイズにも取り付けられます。ちなみにこちらの画像、これから細部を見ていくんですけど、めちゃめちゃビッグなサイズの画像となっております。 1504×6336、 これだけの数字を伝えても多分ピンとこないと思うんですけど、普段 YouTube 用に使う画像とか動画っていうのが 1920×1080 フルハイビジョン 2K フル HD っていうサイズのもので、この画像にフル HD のサイズを照らし合わせますと、まあ、これだけのサイズ感になってます、まあ、約5倍の拡大ができるような形になるんですよね。もう本当にアルパインスタイルさんの慌てようが伝わってくるような、もう本当に取っ手出しの画像を送っていただいたような形になります。それで、まあ、正直そこまでアップにする必要は今回ないんですけど、まずビッグ X の周辺を見ていきたいと思います。一時は取り付け不可と思われたビッグ X がアルベルに戻ってきたっていう感じですね。周辺のパネルが純正とは違ってヘアライン加工のような模様になっているのがちょっと気になるんですけど、まあ、下の方を見ていきたいと思います。こちら移設キットが鎮座しており、もともとそこにあったかのような存在感ですね。しかも嬉しいことにシガーソケットは利用可能となっております。銀色の部分は純正ナビ周辺パネルだと色が統一されそうな感じの色となっております。それで真上から見るとこんな感じになってます。小物置きとして利用できるような形ですね。それで小物置きの蓋を取ると中からディスプレイオーディオが登場します。操作性はちょっと置いといて綺麗に収まってるなっていうのが、まあ素直な感想となっております。前回の動画でもお話しさせていただいたんですけど、ビッグ X の周辺機器はそのまま利用可能のようです。ここからは視聴者さんからいただいた情報の方をお話しさせていただくんですけど、実際に購入して取り付けってなった場合に、ちゃんと一度お店の方に確認をお願いします。それでいただいた情報として、ビッグ X 専用アルファードベルファイアディスプレイオーディオ移設ナビパッケージの取り付け工賃の方が5万円税別となってるそうです。で、取り付け目安時間はまあ約5時間。取り付け時間はお店の混み具合によってだいぶ変わってくると思いますので、そのあたりはお店の方とちゃんと相談した方が良いと思います。あと純正のバックカメラが利用可能ということではあるんですけど、アルパインさんのバックカメラの方がより綺麗に映るということなので、アルパインさんのカメラがおすすめとなってるそうです。まあ、正直純正のバックカメラの映像を見た時にあれって思ったので、まあ仕方ないかなっていうのは若干あります。それで本日の動画いかがだったでしょうか。 3D モデルの画像ではちょっとイメージがしにくかったと思うんですけど、実際に取り付けた画像、こちらの方をご覧いただいたことによって、まあ、購入の後押しになるのではないかと思われます。正直取り付けできるショップさんの方が少ないんですけど、アルパインスタイル大阪171店が8月29日にオープンしますので、周辺にお住まいの方は検討してみてはいかがでしょうか。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。